TurnAGundam. ディアナ様とキエロお嬢さんが入れ替わっていたと知らされたのもショックだったけれど、入れ替わりながらそれぞれの役目をなさっているお二人に僕は目がくらむ思いがした。ことにキエロお嬢さんがディアナ様に代わって建国宣言を覆した演説は圧巻だった。 もう用なしかよ。冗談じゃねえ。そうなんですってさ、今あの中に入ってるのはムーンレースなんですとさ。冗談じゃない。この空飛ぶ船を掘り出したのは誰だと思ってんだ。君たちだ。だったらこの船は俺たち、ミリシャのものなんだろ。技術者かなんか知らんが、なんで敵の奴らが我が物顔でいじくり回してんだ。君たちだけでこのウィルゲームを飛ばすことができるのか。 それはSRレーザーの制御回路だろうな。よくできてるよ。あいつら俺たちには無理ですよね。これ簡単に笑うな。だってしょうがないっすよ。これを認めなくちゃならんのだよ、現実なんだから。あれはメッケモンでしたね。 私にだって運転できたんだから。キャタピラも車輪もなかったんだ。オーバー走行でしょうな。<笑>オーバー走行と言いましたな。空気のクッションで車体を持ち上げておいて移動させるのです。ジェットエンジンでしたろ。そう、噴射機関がありましたな。ダダラマ、あんなに大きいのか。ああ、 わかりますか、ホレス技師官。はい、この名の付近は空気に触れると死滅するタイプですね。それが地中に埋まっていた機械人形を守っていたのですか。同時に土を形成して埋めてもいったのです。あ、わからねえ話ですね。ナノ工学の説明はおいおいいたしましょうが、あの髭のモビルスーツの頭壊れてますね。あれね、おかしいんですよ。壊れたままじゃねえんです。なんか表面にほら、 錆の出た時のブツブツみたいなのが出てるんですよ。なら頭を外して調べてみましょう。頭を外す？ほら、ここの窓は開きましたよ。いけませんよ、敬老嬢様。何もしないでください、汚れますから。他人の空にか。ロラ、この乗り物は任せたぞ。任せるって？艦長をやらせるから、この乗り物を使えるようにしてくれ。要するに掃除しろってことでしょ。ロランには適任でしょ。ですけど、私も手伝います。 冗談はやめてください。ディアナ閣下は。私はキエル。グエン様、私もお手伝いさせていただきますことよ。
すごい。このマシンならモビルスーツの修理はできるし、狙れるところもあるもんな。ああ、何してるんですか。これ金だらいって言うんですって。はあ、シドさんが中にあったのを見つけてくれたんです。お洗濯がこんなに気持ち冷たい。ロラン？はい、このマシンは修理ができるだけではありません。ギャロップのように機動力が増します。ギャロップ？お馬さんの早足はグエン様も期待しているのでしょ。僕にも？ミリシャのパイロットなら当然でしょ。嫌ですか？嫌とかより、リアナカウンターとしてはどうなんでしょう。この程度の機動力は脅威にはならないでしょう。大体 戦いを嫌っているあなたが艦長さんなら、私は心配していません。ありがとうございます。キエルさんはキエルさんで、私と入れ替わって今輝いていましたよね。そうですね。同じ星を祖国としている人々が争わなくても済む道があるのなら探してみたいと、キエルさんはあの建国宣言拒否の演説をしてくれました。僕もあれを聞いた時には背中がブルブル震えました。 キエルさんだけではなく、私だってやらなければならないことがあると思っています。あの、何？本当にディアナ様なんですか？おかしなことを聞くのですね。だって、お話の筋道はケイロー嬢さんそっくりで。当たり前の考え方でしょ。ディアナ様か。ああ、ここにいたのか。はい。フォレス氏が説明してくれるから来い。フォレス氏？よろしく。ロラン・セアクです。 ホワイトドールのパイロットがこんな若い方とはね。髭の機械人形の装甲がすごいんですか？それはそうですよ。ナノマシンの一つ一つは細胞より小さいのに、それが形作る全体が分かっているように一部の形を再生します。見ろよな、髭の形が元に戻っているのもこの表面の粒々の下で成形が終わってたんだ。ほら、曲がっていた髭も治っているんですか？そうなんですよ。 ナノマシン技術は月の都市建設に不可欠なものだったんですが、ここまで生物的に正確なものは開発されていません。元に戻っている？これって中の機械部分もなんですかね。まさか、そこまで便利な合成金属はないよ。じゃあ、ラダナムさんたち中の整備は別にやってるんだ。そりゃそうさ、フォレス氏のご指導でな。 そりゃ好奇心をそそられます。これが神話で語られていたモビルスーツ、ガンダムかもしれないと思いますとね。ガンダムですか？ムーンレイスの神話では、宇宙移民者いじめの偉大な敵と言われていました。でも、マウンテンサイクルの存在が分かるまでは、ガンダムの名前が人々の口に乗るようなことはなかった。だからさ、痛いですよ。わしは今後とも フォレス氏の下でマウンテンサイクルの技術を学ぶ。いやいや、私こそ地球に残された技術を学ばせてもらいますよ。いいよ、返事だ。わしも血が騒いでおる。ご先祖のお宝をほじくり出して昔地球で何が起こっていたのかとことん知りたくなった。ちょっと、この車両の名前は何にする？ヘビーボックスとか？ギャロップでいかがでしょう。ギャロップか。この車輪なしが早掛けできるのか？ それもフォレス氏の星はつきだ。ギャロップの艦長殿、これからもよろしく頼むぜ。はあ、グエン様が決めたんだろ。そうですけど。お呼びでしょうか。教えてください。は？建国拒否に反対する勢力が出るのは分かりますが、それについては軍部の公選派の連中だけです。もっと本質的な問題です。はい。 ディアナの女王制度を良しとしない勢力があると、それはどのようなものたちと考えます？アグリッパたち穏健派が考えていることでしょうが。ですから、その真意は何かと。真意ですか。今回の地球帰還については、ムーンレイスはいわば千年の時間を耐えてきました。がそれが実行されるや人心は変わるのでしょう。心が変わる。時代が変えさせるのです。 しかし、私がおそばにいる限り、女王閣下の御身は命を懸けてお守り通します。はり、気持ちは嬉しいのですが、
そう言い切ることに抵抗はないのですか。いえ、ディアナ様こそお嫌いでいらっしゃる。そんな、とても嬉しいです、ハリチュイ殿。なら、今まで通りで良いではありませんか。そうですね。ミリシャの蛮族どもにソレイユを包囲させるのではなく、撃って出るべきなのだ。ここの土地は我々のものだという既成事実を作る時なんですよね。技術者の中にはミリシャに引き抜かれた者もいるという。地球に現代的モビルスーツやらが残っていたことが誤算だったんですよね。泣くなよ。泣いてませんよ自分は。ねえ、やりましょう吉尾佐殿。何をどうやるの。技術者たちの興味の対象を潰すんですよ。そうだ、後方を叩く。これは戦闘じゃない。爆撃するなという命令は出てないのだからな。はい、うん、僕が送りましょうか。あなたはギャロップの整備をなさい。ちょっと待ってください、エンジンがかかりにくくなってるもんで。あの、ゲイロー嬢様を暗殺しようとしたテテスさんのことが今すごく気になってるんです。それで彼女がなんでそんなことを企んだのか会って直接聞いてみたいんです。そのためにギャロップを使ってもいいものかどうかと。艦長はあなたでしょ。何に使おうとあなたが決めればいいことです。いいんですか、自分で決めて。